チチチュイーン。もう限界です。吉田、iPhone 卒業します。吉田といえば、Apple 信者 iPhone 12 mini を半年くらい愛用していましたが、Android に乗り換えることにします。このリンゴ純正のレザーケースはボロくはなるけど、いい感じの風合いが出てすごく気に入っていたんですが、もう本体側が我慢できん。iPhone が無理になった理由はいろいろありますが、大きなのは3つ。まず画面が小さすぎます。ミニは小さくて持ち運びはいいんですが、QWERTY 配列で入力するおっさんにとってはかなり厳しいです。誤入力を連発します。吉田は Pixel 5という Android スマートフォンを風呂やベッドで使うゴロネ専用端末として併用していますが、キーボードのサイズ感全然違うでしょ。やっぱりね、6インチ Pixel 5くらいがベスト。お前画面がでかい iPhone12 Pro 持ってんだろうがとか思うかもしれませんが、 iPhone12 Pro は重すぎます。ケースをねつけるとねえげつないです。普段 Pixel 5を使ってるから余計重たく感じる。これは共感してくれる人多いと思うんですけども、最大のイマイチポイント、指紋認証がね、これに尽きると言ってもいいほどストレスに感じています。1日何回ロック解除しますか？顔認証ってマスクをしていると絶対解除しません。できると主張する人もいますが、Apple的にはマスクをつけた状態ではロック解除できないように作ってるし、実際に吉田の顔面ではどういう裏技を使おうが、絶対にマスクをつけた状態では絶対に解除できません。これだけは言っておく。あとライトニングうんこ端子がクソうざい問題ってのもありますね。吉田は Android も併用してるし、ヘッドホンやイヤホンやモバイルバッテリー、まあ、何やらかんやらあって全部 USB-C。 iPhone 専用でケーブル用意していてマジで邪魔だし、ケーブル差し間違えてあーってイラッとすることが多発しています。ライトニングうんこ絶滅運動希望。あと iPhone12 mini は電池の持ちも悪すぎます。 2227mAh しかないのでいつも電池ないんですよね。さすがにいくら 5nm プロセスの CPU を使っていようが 2227mAh で足りるわけないだろうって思います。あはーん。リンゴをかじりすぎると腹を壊すのでこのくらいにしておきます。 NTT ドコモの格安プラン、アハーンと読み間違えていたんですが、調べてみるとアハモと呼ぶらしいですけど、そのアハモを契約しました。端末とセットで。ちなみに SIM は新規契約です。ちなみに無料の楽天モバイルを使っていましたが、割り当てられた電話番号がクソ外れで、闇金や取り立て会社や弁護士から電話や SMS がかかりまくってきて、解約してアハモに乗り換えます。ちなみに楽天モバイルは電話番号の変更はどのような理由があってもできないと言われました。解約しないと無理とか言われてムカついて乗り換えます。 au やドコモやソフトバンクは理由があれば1回まで無料で電話番号を変更できますし、2回目以降も有料で変更が可能です。ということで、ドコモのアハモで買ったのが世界一売れているスマートフォン、世界シェアナンバーワンの韓国サムソンのギャラクシーです。ちなみにサムソンのスマホって iPhone より売れてますからね、世界的には。アハモで売られているのは型落ちのギャラクシー S20 という機種で、これがねめちゃくちゃ安いです。型落ちですけど。あとアハモを契約するときにおすすめされたので、ドコモ純正の保護フィルムもついでに買いました。1500円くらいだったかな。ジョイン。価格は驚異の税込み 62,700円、めちゃくちゃ安いです。白ロムの中古とかよりも安いくらい。 Android 11、 スナップドラゴン865、メモリー 12GB、 ストレージ 128GB、 いわゆるフラッグシップモデルの性能で、しかも世界シェアナンバーワンの大手サムソンの端末が 62,700円。中華端末ならもっと安いのありますけど、トップメーカーのスナップドラゴン800番台でこの値段安いですよね。あとなんといってもお財布携帯ついている、ペリカがついている、 ID、クイックペイ、スイカ、AD が使える。それがねドコモ端末のいいところ。まあ吉田は一括で買いましたが分割も可能です。3年分割なら月1741円。アハモはギャラクシー S20 以外にも iPhone や Xperia も扱っていて、これもね意味がわからないくらいめちゃくちゃ安いです。特に iPhone11 はえげつないくらい安いですよね。これ1世代前ですけど、新品がなんと 49,390円、税込み。中古の相場が7万円超えているので、中古よりも安い新品って意味がわかりません。吉田はずっとギャラクシーを使ってみたかったのでギャラクシーを選びましたが、アハモで iPhone11 マジでおすすめ。料金についてはニュースを見ていれば知っていると思いますが、 20GB で税込み2970円です。無料通話が標準でついていて2970円なので、
ドコモ純正の回線と考えればめちゃくちゃお得な価格だと思います。あとこれ結構重要ですが、楽天だと専用アプリから電話をかけないと電話代無料になりませんが、ドコモは端末の標準電話アプリからでも無料になるので、その違いはでかいですよね。専用アプリで無料はね、めんどくさいよ、無理。ちなみに吉田がアハモを契約した最大の理由は、ドコモ端末を機種変更で購入できるようになるから、これが最大の理由です。格安 SIM だと SIM フリーの変なのしか手に入らなくて、あーギャラクシーいいなーとか、エクスペリアいいなーとか、アクオスフォンのフラッグシップいいなーとかずっと思っていたわけですよ。でもね、アハモならこれらがドコモのショップで買えます。夢広がるよね。新発売のエクスペリア1のマーク3とかも気になっちゃうし、アクオスのフラッグシップ新発売されたやつね、あれも気になるよね。あとドコモの回線だからドコモ端末で動かないってこともないので安心です。ジョイン。まあ編集していてやべえなと思うほど余談が長くなってしまったんですが、ここからが今回の主目的。ギャラクシー最高だよね、サムソン最高だよね、日本のメーカー正直終わってるよね、そういうお話です。これはちょっとびっくりしたんですが、ギャラクシーって標準でケースついてるんですね、中華端末みたいに。あと液晶保護フィルムも最初から貼ってありました。いや、貼ったるのはすごくいいですよ、最高ですよ。でもね、貼り付けてあるなら購入画面におすすめとして液晶保護フィルム表示すんじゃねえよ、ドコモさん。詐欺じゃないですか、悪ふざけですか。ぼったくりやん、いきなりドコモの印象最悪です。これどうすっていいんだよ、マジふざけてんな。付属品としては特別なものはないですが、 AKG のイヤホンが付属しています。 AKG はサムソンの子会社なので、まあ AKG って書いてあるだけで AKG の本物かどうかは分かりません。一応カナル型イヤホンです。3000円くらいで売ってそうな AKG のイヤホンに見えます。イヤホンジャックはないので USB-C で接続。吉田はなんとなくブルーを選びましたが、特殊な加工がされているのか7色に光ります。いきなりイマイチポイントを発見したんですが、フェリカのセンサーがこんなところにあります。中央です。上の方がいいですよね。久しぶりにドコモ端末を買いましたが、未だにロゴ入ってるんですね。しかも 5G とかいう余計なロゴまで。クソダセーわ。何考えてるんですかね、バカなんですかね。そういえば群馬では全く電波が飛んでいないので無価値ですが、 5G にも対応。カメラは3連で広角標準望遠の3個、 iPhone 12 Pro と同じ構成です。iPhone のボトムスカメラよりはだいぶシンプルでかっこいい。久しぶりに iPhone のカメラ見たんですけど、やっぱりこれダサいよね。液晶サイズは 6.2 インチですが、横幅は細いです。ちょっと縦方向に長い、そんな感じ。左がピクセル5ですが、やっぱりちょっとでかい。当然ですが充電は USB-C です。気になるのはバンカーリングをつけた時にフェリカに干渉しないか、一応避けるようにはできているようです。おお、サイズ感は完璧だね。横のサイズ感は完璧なんですが、ちょっと長いのが気になります。グワンが明らかにしにくいです。 SIM スロットは上っ側にありました。 Galaxy S20 はマイクロ SD カードに対応しています。コストダウンなのか知りませんけど、最新の Galaxy S21 の方はマイクロ SD カードが使えません。おお、ドコモ 5G。 どんだけドコモのロゴを表示したいんだよって思うよね。サムソンのロゴや社名は全く出てきません。噂によればサムソンと記載してしまうと韓国メーカーとバレて売れなくなるそうです。だから日本ではメーカー名を一切出さずギャラクシーとして販売している、そういうことみたい。 iPhone から Android にデータを移動させるのは簡単で、 USB-C ライトニングケーブルをつなげるとデータが移行できます。写真とか壁紙とか音楽とか連絡先とか通話履歴とか互換性がありそうなデータは移動できるみたい。当然ですがアプリのデータは無理ですよ。 Android アプリと iPhone のアプリ互換性がないですから、そこは頑張ってゴニョゴニョしないとダメです。ドコモ端末だから D アカウントの設定ってのがいるらしいんですけど、なぜかエラー。なんやねんって思ってゴニョゴニョ試していたんですが、どうやら SIM カードの開通手続きをしてからじゃないと進めないみたいです。で、その開通手続きがマジで分かりづらいです。D アカウントでログインしても開通できず、特別なサイトに受付番号や連絡先、ネットワーク番号を入れないとダメ。その受付番号は箱の中にどこにも書いてありません。
手続きの方法もペラ紙が1枚適当にぶち込んであるだけで、こんなんじゃ無理だろ普通の人って感じになってます。吉田みたいに詳しければ何の問題もありませんが、ちょっとでもね不安がある方はやめた方がいいかも。余談ですが、楽天モバイルの場合は結構厚めのスタートアップガイドという本が付属します。実際のスマホの画面を表示して分かりやすく解説してますね。というかこれくらいないと無理でしょ普通の人。問い合わせ殺到だよ。開通処理は速攻でした。 D アカウントは SIM と紐づいてるらしくて、勝手に認識して勝手に設定されます。ロック解除は顔認証と指紋認証両方とも搭載、同時に使うことも可能。 iPhone に対する大きな優位性だと思います。iPhone には顔認証専用のセンサーがついていますが、 Galaxy の場合はそういうものはついていません。インカメラを使った簡易式です。でも速度はかなり速くて不満は全くありません。 iPhone の場合はロック解除されてもホーム画面が表示されませんが、 Galaxy は直接ホーム画面に飛びます。 iPhone と同じような待ち受けを表示することもできますが、吉田的には iPhone 方式嫌いです。めんどくさいよ、一時不安定らなきゃいけないもん。まあ、ギャラクシーの顔認証も欠点がないかといえばそういうこともなくて、真正面を向いていないと解除できません。まあ、インカメラを利用した簡易式ですからね。 iPhone の場合は多少斜めでも認識するので、そこは専用センサーの優位性を感じます。指紋認証は画面内指紋認証です。画面に指を押し付けると解除ができるハイテクな感じですが、この方式初めて使ったんですが、ちょっと癖が強いので慣れが必要ですね。センサーの位置がよくわからないので体で覚えないとダメですし、指のコンディションが悪いと認識がしないことあります。あとセンサーの位置結構シビアです。ずれると認識しません。画面が暗い状態でも認識はするんですが、それだと位置がずれて弾かれることがあるので、ちょっと使って思ったのは、画面をちゃんと表示させてから認識させた方がいいかなって感じます。普段は顔認証で、弾かれた時だけ指紋認証、まあ、サブ的に割り切ります。ジョイン。Android のアップデート待ちで夜食です。最近のお気に入りはナス。子供の頃はナスが大嫌いだったんですが、吉田も大人になったみたいで、この独特な食感、そして何の味もしないムミムシュ、ネギと豚肉と生姜とポン酢、この組み合わせマジでうまいです。特にね、生姜重要。生姜ね、マジ何でも合う、うまい。ずっとギャラクシーに憧れていて、使いたいな使いたいなと思っていたんですが、さすがは世界一のサムソン、世界一の電気メーカー。作り込みが全然違う。特徴的なのはこの戻るボタンですかね。最新の Android 11が搭載されていますが、昔ながらの3ボタン方式。これも噂には聞いていましたが、 Galaxy は戻るが右、普通の Android は戻るが左だったので、それも逆ですよね。一応設定で逆にすることも可能です。あとは最新の Android と同じグワン方式も選べます。 iPhone と同じような操作系ですね。吉田はこっちの方が好き。グワンの位置も2種類から選べるみたいですが、吉田は標準の方を選びます。まあ、ごくごく普通の Android の操作感に戻りました。 iPhone との違いは、 iPhone は右が進むで左が戻るですが、 Android の場合は両方とも戻るです。進むボタンはありません。Galaxy の特徴といえば、画面の端っこが巻き込むように曲がっているところ。最新の S21 の無印は普通のまっすぐですが、吉田が買った古い方の S20 は曲がってます。グワンってね、これどうなのとか思っていたんですが、正直言って使いやすいとも使いにくいとも何とも思いません。どうでもいいやって感じです。 Galaxy 独特の機能っていろいろあるっぽくて、まあ、それがね人気の秘密らしいんですけども、パッと見気がつくのが右上グワンです。グワンってするとショートカットキーが出てきます。画像を表示したり、連絡先を表示したり、天気予報を表示したり、いろいろできます。しかも Galaxy Store というのが用意されていて、そこで好きなものを追加することも可能。無料のもありますが、有料のもあります。ストアで一番人気があったのは、いろんな設定を素早くできるやつ。200円くらい、縦長すぎて指がグワンできないから、これで代用する、そんな感じでしょうか。ただどうせ使わねえなと思って、この機能は完全にオフにしました。ダークモードとライトモードも選べます。有機 EL ディスプレイなので、黒い方が電池の持ちが多少良くなるかもしれないので、黒くしておいた方がいいかもしれません。あとこのディスプレイ、解像度がえげつない 1440×3200 ドット、3200だよ、めちゃくちゃ綺麗。というか iPhone のディスプレイより綺麗なくらい。吉田の iPhone はずれ個体らしくて黄色っぽいんですよね。あとはスキンテーマを変えることができて、好きなデザインに変更することが可能。ほとんど有料ですが、100円以下のものがほとんどなので安いです。これは無料ですが、プレイステをパクったようなデザイン、そういうのもあったので入れてみました。微妙だったんで初期設定に戻します。
こいつドコモ端末なんですが、ドコモ系のアプリほぼ入っていません。アハモはドコモのサービスほぼ使えないので入れてないんだと思いますが、逆にそこポイント高い。ぶっちゃけドコモのサービスやアプリって使い物になんないからいらないよね。邪魔くさいだけ消せねえし。これがアハモ専用のアプリですが、データ容量の確認や容量のチャージ請求金額がわかる、それくらいの機能しかありません。まあよくあるやつですね。ギャラクシー特有のアプリとしては寄付アプリ的なものが入っていました。このアプリから現金で寄付したり、充電中に広告を表示することで寄付したりできるみたいです。個人的には寄付って大嫌いです。本当にちゃんと使われているのか、寄付活動している団体の運営資金としてかなりの額が消費されてるんじゃないか、不信感しかないので絶対しません。充電中の広告ってのがこれで1円くらい手に入りました。これのうざいところは広告が表示されるのでロック解除しても直接ホーム画面に行けなくなります。非常に不便です。寄付は嫌いだしうざいのでオフにしました。充電は USB PD に対応していて最大 25W、 iPhone が 20W なので iPhone より充電スピードは速いです。ただし吉田が持っていた充電器では 15W までしか出ませんでした。当然ワイヤレス充電にも対応しています。遅いので吉田は全く使っていないですけどね。あと電池容量は 4000mAh、 iPhone12 mini が2000ちょっとだったので電池が約2倍。これで電池がすぐなくなる問題は解決です。ジョイン。ブラウザはギャラクシー専用のものが用意されていて、これが標準になっています。 Chrome も入ってますよ。通常の Android は Chrome が標準ですが、何が違うのかは全く分かりません。ギャラクシーブラウザの方がちょっと早い、そんな気もしますが大差ない気もしますね。優位性を感じないので使い慣れた Chrome を使っていこうと思います。 CPU が最高グレードのスナップドラゴン865なので、動作はね全体的に速くて何の不満もありません。ただしブラウザの動作速度は iPhone に明らかに劣ります。これはスマホの性能というよりもアプリの性能差だと思います。 Google Chrome より Apple の Safari の方が、まあ、動作が速いんでしょうね。まあだからといって不満があるとかは全くなくて十分早いので、比べれば iPhone のが早いよね、その程度の問題です。ちなみに Pixel 5と比べると Galaxy の方が明らかに早いです。値段的には Pixel 5の方が高いんですが、 Pixel 5はミドルレンジのスナップドラゴン765G が載っています。700番台と800番台の CPU って意外にも差を感じます。700番台が Core i3 で800番台が Core i7、 そんな印象です。ゲームだとより感じるのでしょうけど、普段使っていても 765G ってなんか遅いよなって感じることは結構あります。だからこの価格で865が載っている Galaxy はすげえいいよなって思います。買ってよかったわ。明らかにサクサクだもんね。ギャラクシーさんのすごいところはハイスペックなのに軽いんですよね。たった 165g しかありません。まあ、そうは言っても Pixel 5よりは重たいですが、まあ、Pixel 5はね性能が低いですから、まあ、単純には比較できません。 iPhone はプロ系は重い。アハモの回線速度ですが、格安 SIM よりは明らかに速い印象です。 4G です。深夜12時頃の測定ですが、これくらい出てます。100超えてますよね。右の iPhone は楽天モバイルの速度。こういうのは場所や時間帯によって全然違うので何とも言えませんが、ちょくちょく測定してる感じでは比較的良好です。アップロードは遅い感じかな。楽天は正直言って遅いです。 IIJ ミューよりもよっぽど遅い。いつも遅いんですよね。ジョイン。もう少しギャラクシーを見ていきます。他社との違いとしては、ギャラクシーストアでもアプリがダウンロードができます。まあ、Google のプレイストアも入っていますが、何が違うのかは正直よく分かりませんけど、 Google に課金するか韓国サムソンに課金するか、どっちか選べってことだと思います。普通に考えればサムソンに課金してもサムソンの Galaxy 以外で使えませんが、 Google に課金すれば Android 全ての端末で共通して使えるようになるので、まあ普通に考えて韓国サムソンに課金する意味は全くないと思います。最初から入っているノートアプリとしてギャラクシーノートってのがありますが、こういうのはどのスマホにもあると思いますし、まあなくてもね、アプリでなんとかなる領域だと思うので、まあどうでもいいですかね。一応純正がある、そんな感じ。ギャラクシーが他の Android 端末と違うところ、それは Windows PC とのリンク機能。Samsung と Microsoft は提携していて、Windows との相性が最高です。Mac と iPhone の組み合わせみたいな感じになります。あまり使っている人いないかもしれませんが、実は Windows に Android スマホや iPhone とリンクさせる機能、最初から載っています。標準機能です。それと Galaxy をつなぐとすごいことが起きる。それがこれ。
ギャラクシーとの接続はめちゃくちゃ簡単で、 Windows PC 上に QR コードが表示されるので、それを読み取るだけ。パスワードとかアカウントとかそういうの一切いりません。これだけでつながります。リンクが完了するとギャラクシーで写真を撮れば、それはすぐに Windows 側に表示されます。当然普通にコピーしたり保存したりできるんで、めちゃくちゃ便利ですよね。ちなみに Windows 側で画像を削除すれば、スマホ側ももちろんちゃんと消えます。ただしね、微妙なのは動画は送れません。なぜか写真のみ。写真だけじゃなくて SMS を見たり送ったりすることもできます。最近は2段階認証で SMS が使われること多いですよね。そういうのに便利。ちゃんと受信すると Windows の右下にポップアップ表示されます。あとスマホの通知も見れます。映像では何もないですけど、本当はここにね表示されます。あと Galaxy と Bluetooth 接続すれば Windows で電話をすることも可能。吉田の PC は Bluetooth ないので試せていませんけど、まあなんか使い道あんのかな、よくわかりません。通知を見たりとか写真を見たりとかは Galaxy 以外の Android でもできるみたいですが、 Galaxy にしかできないこと、それが Windows 上で Galaxy 内のアプリが実行できます。これすごいですよね。しかもね、 Windows の標準機能ですから。吉田が試した限り全てのアプリが動きました。モンストみたいなゲームでも動きます。なんだこれと思ったわ。母母のアプリも動きます。もちろん Google の Play Store も使えます。 Yahoo ニュースアプリも使えます。これ地味にすごいのは、アプリを同時に起動することが可能。モンストを起動しながら Yahoo ニュースアプリの実行も可能です。 Windows のメニューにアプリを登録することも可能。ここから実行することができます。 Windows 側でアプリを実行していても、スマホ側は普通に使えるのもすごい。あとクリップボードの共有もできます。 Windows でコピーすれば Galaxy 上でも使えるようになるんですよね。例えば URL をコピーして続きをスマートフォンで見よう、そういうこともできます。あと長文とか Windows で書いてスマホで使うとか、そういうことも可能。これ特別なアプリは必要なくて、全部 Windows の標準起動 QR コードを読むだけでできるようになります。さすがは世界シェアナンバーワンのスマホだけあって、作り込みはすごいという印象ですね。まだまだ機能はたくさんあるんでしょうが、今のところ使いこなせてないのでよくわかりません。あと気になるのは AnTuTu ベンチマーク。ただ iPhone と Windows 版でバージョンが違うのでちょっと微妙ですね。少なくとも Pixel 5よりはだいぶグラフィック性能高め。動き滑らかでしょ、映像でわかるほどに。 765G と865は特にゲーム性能の差は大きそうですね。数字としては Pixel 5が391,593、Samsung Galaxy S20 が638,676、iPhone 12 mini が598,930。これ値段62,000円ですからね。ピクセルより1万円以上安いですから。アハも安すぎだよ。カメラは普通に綺麗、広角標準望遠。結構望遠が焦点距離長めなので、そこはいいですよね。あとは指でグワンってやらなくても、押すだけで拡大できるのはすごく使いやすいです。動画はなんと驚異の 8K までいけます。ただし微妙なのは、一番使うはずのフル HD60 フレームが真ん中のカメラでしかできません。広角と望遠は30フレームまで。個人的にはかなりイマイチ。どうもこんにちは、吉田です。マイクのテスト中。まあ高感度性能はあんま良くないね。明るければ比較的良好ですが、まあどうなんですかね。見た感じ画質は普通のスマホと同じといった感じで、特別優れてる印象はありません。そもそもセンサーソニー製じゃなくてサムソン製ですよね多分。もちろん防水ですが、こいつはすごく気に入ったので壊れると困ります。これくらいで勘弁してくれ。動画が長くなってしまったのでもう終わりますけど、結論としてはすごく気に入りました。当然スナップドラゴン865なので何の不満もないし、サイズ感は最高だし、ちょっと縦長すぎるかなって思うのもありますけど、まあ許容範囲ですわ。お財布携帯もロックなしで使えて便利だし何の不満もない。ギャラクシー最強説あるんだけど、もう一つ気になってるのはエクスペリアはマーク3欲しいなと思うんだけど、どうでしょうか。ご意見お待ちしております。アハモンなので買えちゃうんだよね。予約しちゃおうかな。低評価と登録よろしくどうぞ。今日のマックのポテトのコーナー、吉田です。行ってみよう。あー外れだな。あ外れ。マイクはしょっぱさはちょうどいい、揚げたてではないな。そして少なくね。外れです。まあ、ちなみに今日はビッグマック。なんやかんやビッグマックうまいよ。あんまり頼む人いないかもしれないけど、汚ねえな。なんやかんやビッグマックうまいよね。うん、うまい。ソースがうまいよね。パチキも頼みました。ちょっとソースがはみ出てるんですけど、
あ、これうまいね。あ、うまい。これスパイシーテリヤキのソース多分一緒だね。うまい。マックフルーリー、これひどい。全く粒がない。破片だけ。アルマックマジで舐めてんのな。なんなん、ポテトはいつもクソだしさ。それにマックフルーリーもゴミや。